一番くじ。ディズニープリンセス。グローウィングカラーが2月17日に発売するので、紹介していきます。こちらは1回680円で、1ロット60本ですので、すべて購入したら4万800円になります。A 賞はベルのフィギュアです。一番くじで初立体化した美女と野獣のベルのリアルフィギュアです。 ステンドグラス風のデザインが彩りを添えてとっても幻想的。ドレスには精巧な装飾が施されており、ベルの美しさを一層際立てます。手すりと階段は実写版。美女と野獣のものを再現し、唯一無二のフィギュアに仕上がっています。当選確率は60分の2で3.33%です。B 賞はラプンツェルのジャガードタオルです。 映画、塔の上のラプンツェルより、ラプンツェルのジャガードタオルです。ボートの上でランタンを浮かばせる幻想的なシーンを再現しています。タオルの両端にはひっそりとパスカルも、面100%素材。約100センチメートルの大サイズで使い勝手も抜群です。当選確率は60分の2で3.33%です。C 賞はデザインプレートです。 19センチサイズの陶器皿です。デザインはありエるとジャスミンから選べる全2種。深さがあるので、パスタやカレーなどにも使える便利なアイテムです。E 賞のデザートボールと合わせて使えるデザインになっています。当選確率は4 60分の4で6.67%です。D 賞は巾着ポーチです。キャンバス地の巾着ポーチで。デザインはシンデレラ。 オーロラ姫ベルから選べる全3種それぞれに色の異なるサテンリボンを使いキャンバス時ながらもエレガントに仕上がっています当選確率は60分の6で10%です衣装はデザートボールです13センチサイズの陶器皿です程よい深さがありデザートだけでなくサラダやシリアルにもぴったりな使いやすいアイテムです C ショーのデザインプレートと合わせて使えるデザインになっています当選確率は60分の8で13.33%です F ショーはタオルです綿100%で触り心地や吸水性が良い実用的なタオルです季節を問わず使える便利なアイテムで全6種からお好きなデザインを選べます当選確率は60分の18で30%です G 賞はラバーチャームです。ふっくりとした立体的なラバーチャームで、キャラクターたちが鮮やかに彩られてとてもキュート。サルタン、スカットル、スノーギースは一番くじ初商品化。持ち物につけて彩りを添えてくださいね。当選確率は60分の20で33.33% 33です。ラストワン賞はラストワンバージョンのベルのフィギュアです。 A 賞のベルのフィギュアのドレスカラー別バージョンで、ドレスの輝きが増し、きらびやかに仕上がっています。以上で一番くじの紹介を終わります。ご視聴本当にありがとうございました。もしよかったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。